ザインとかいう破壊層の重要性に気づいたみんなの反応集。それではどうぞ。ザインというかこの年齢の人間を今更パーティに加入させるのってどうなのって思ってたけど、こいつマジで有能すぎる。若者に対しての配慮もそうだけど、フリーゼンの感情に乏しい部分を補ってあまりある素晴らしい破壊層だと思う。マジで入ってくれてよかった。変なやつだけどシンプルに能力高いんだよな。即死級の猛毒を一瞬で解除したり、フリーレンから天才の称号をもらうだけある。いろんな人間と関わってきたからこそ、ちゃんとした大人って感じはするんだよな。あくまで精神面が、行動に関してはシュタルクの言葉を借りると破壊そうだけど。そもそもネタな話すると、今回の村で眠らされて魔力を吸い続けられてる呪いの時点で、ザインいなかったら終わってた。精神面というかそもそもパーティ的にいないといけない。ザインがいなかったらパーティが終わってるは課題評価だろ。そもそも呪いがあるってなったら対処法を探すためにも一旦離れただろうし、実際に能力もあるし、パーティメンバーの精神の変化もしっかり見れるおじさんだから、このおっさんは必要だよ。こんな破壊層なのに素質がないと使えない女神様の魔法が使えるんだもんな。しかもかなりの高レベルで。ザインはフリーレンからお墨付きをもらうレベルの圧倒的な天才だからな。センスが必要な魔法も使いこなせる技量もあって、マジで好きだわ。毎度毎度だけどお姉さんがいないっていうこの心の底から出てるであろうセリフと表情がめちゃくちゃ好きなんだよな。年上のお姉さんがいないのこの悔しそうな悲しそうな顔がいつ見ても面白いんだよ。マジでザインが中村さんでよかったです。年上のお姉さんっているそのコンテンツジャンルにめちゃくちゃ囚われてるザインのこの執念が恐ろしいわ。ザインの悔しそうな表情もめちゃくちゃいいんだけど、やっぱりフェルンのすごく辛そうって同情してるのが死ぬほど好きなんだよな。普段からあんなにザインに厳しく当たってるフェルンがすごく辛そうってちょっと寄り添おうとしてるのがめちゃくちゃいいんだよな。見てる感じザインのことを最後に見送って感謝してたあんな感じの雰囲気をしたお姉さんがザインのもろ好みって感じなんだろうな。確かに、あんなお姉さんがパーティの中にいればって思ってしまう気持ちはわかるかもしれないと思った。ザインの緩んだあのヘニャヘニャな笑顔が全てを物語ってると思うんだよね。フリーレンじゃ一生見ることができない顔。ザインがいつか親友と再会して年上のお姉さんもいるパーティで幸せに暮らしていけることを心の底から願っております。冒頭の兄折りがめちゃくちゃ良かったな。ザインのみんなとの旅の歴を聞いて優しい表情してるのめちゃくちゃ素敵だった。こういう原作を補完するけど、原作の進行は全く邪魔しない素敵な兄折りを差し込んでくれる制作陣には本当に感謝しかないですね。冒頭の弟として眠そうにしてるフェルンがめちゃくちゃ可愛くて話入ってこなかった。お眠フェルン可愛すぎる。フェルンもパーティの中ではお母さん的なポジションだけど、まだまだ子供だもんね。いっぱい寝ていっぱい食べてすくすくと大きくなっていってほしい。フェルンが入ってからもうすでに4年経ってて、シュタルクがパーティに参加してからもう1年ってなったわ。時間の進行が早すぎるだろ。この15話の中で一体何年の時が過ぎたんだろう。少なくとも冒険に出てからを考えても7、8話で4、5年経ってると思ったら早すぎるな。パーティに足りないものを聞かれた時にフェルンとフリーレンは意外としっかり考えてるのが温度差あってめちゃくちゃ好きだわ。チーフとかいろんな真面目なジョブが出てくる中で一人だけこの生臭坊主は年上のお姉さんを所望してるのおもろすぎるだろ。ミミックに引っかかってるフリーレンの久しぶりの登場にニヤニヤが止まらない。久しぶりの登場ありがとうございます。ミミックに引っかかるフリーレン勇者シーンの回想でしか見てなかったから最近ないなーって残念だったけど、今日見れて大満足だわ。こないだの魔族との交渉シーンでフリーレンが首に糸やられた時に魔力で守ったのとこのミミックに噛まれてる時のって同じ原理なのかな。多分そうだと思う。ずっと謎だったけど、
あのシーン見てガッテンが言ったわ。フェルンが飲み込まれていくフェルンをぼーっと見てるのがめちゃくちゃ可愛くて好き。宝箱には無限の可能性があるってドヤ顔で話してるフリーレンのロマンあふれる表情がめちゃくちゃ可愛かったですね。フリーレンとかこういうの興味なさそうなのに意外と宝箱とかのロマンには惹かれるのめちゃくちゃいいよな。シタルクのフリーレンがいるでしょうがの言い方の呆れ方というかボソッとつぶやく感じマジで好き。厄介ごとの匂いがするから次の村以降は割と冗談じゃない可能性高いのでは？フェルンが怒ってくれてるから冗談になってるけどこれフリーレンが一人だったら多分次の村行ってる。タバコに酒にギャンブルに年上のお姉さん好きなのにこういうちゃんとしてるとこはちゃんとしてるのマジでずるいと思うんだ。フェルシタ尊いなぁと思ってたけど、ザインとフリーレンの二人もあまりにもらしいが詰まったやりとりしててめちゃくちゃ和んだわ。ザインさんお姉さんをダンスに誘ったのにしっかりと断られてて笑った。フリーレンはダンスを踊ったりしないだろうなって思ってたら、タベルが優先されてるしザインは断られてるしかわいそうすぎるよ。破壊そう。ザインはフェルシタというクソガキを抱えてたと思ったらフリーレンもまさかのクソガキで大変そうだなと思ったけど割と楽しそうにしててなんか和んだ。今さらここに追加でおっさんを入れる必要あるんかなって先週思ってた自分をぶん殴ってほしい。今週の話を見てもうザインは必要不可欠な人材だってことがよくわかった。ザインがシタルクかはなの心強いなぁ。男同士の絡みというかそういうのもこれから見れるしめちゃくちゃ楽しみだ。ザインはナチュラルに地雷を踏んでいくからなんだかんだで問題児なのは間違いない。マジで感情の部分とかはフリーレンも最年長だけど心もとないとこあるしザインが入ってくれてよかったよ。こいつのおかげで安定感と安心感が違う。原作の解除する時の扉絵がめちゃくちゃ好きだったからどっかで出して欲しかったなぁとは思った。原作のザインの方がなんか男らしさはあるけどアニメのザインも捨てがたいんだよな。扉絵は原作のやつ素敵だったね。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価チャンネル登録コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。